はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーラーです。はい、今日はね、週刊 LDG 注目カードランキングの、3月1週目の紹介をしていこうと思います。はい、では早速ね、今週のトピックスなんですけども、今週のトピックスは3月9日月曜日に、禁止制限リストに改定があることが発表されましたね。はい、ということでね、なんと来週月曜日に、禁止改定が行われることが予告されましたね。で、一応月曜日っていうのは、アメリカ時間なので、日本では、3月10日、火曜日の深夜になると思われます。いやー、これね、ついに来ましたね。こちらね、前回の禁止改定のタイミングが、1月13日というところで、実にね、約2ヶ月ぶりとなる、改定となるんですよね。で、まあ、順当にいけば、パイオニアでね、猛威を振るってる、真実を覆すものだったり、モダンの覇者、タイタン関連ですね。で、あとは、まあ、レガシーのブリーチとかなのかなというふうには思ってるんですけども、まあ、もしね、今その言った内容が禁止されるだけだとしたら、ちょっと、やっぱり最近の流れとして、抑圧が過ぎるのかなというふうには思うんですよね。その去年からやっぱり今年にかけてね、その類を見ないレベルでいろんなカードがまあ禁止になってきましたけども、まあちょっとね、やっぱ正直この流れにちょっとうんざりしてるっていう方も多いとは思うんですよね。やっぱりそのトップメダルになったら禁止されるってことがたびたび続くと、やっぱその競技としてね、やってる方もそうですし、まあ普通に競技としてやってなくても、そのトップメダル握って、勝ちたいんだっていう方もまあ多いとは思いますし、まあそういう人たちのね、やっぱりモチベーションに大きく関わりますし、やっぱ感覚的にその今後ちょっと不安視がやっぱりされていって、その先行き不安みたいな、気持ちにはなりますよね。で、まあ、やっぱりね、その一部は、そのあって叱るべきな改定っていうのは、やっぱ行われて全然いいとは思うんですけど、やっぱりその過剰なね、禁止改定っていうのは、やっぱりモチベーションには関わるので、やめていただきたいなというふうには思いますね。まあ、というかね、もうちょっとそろそろ、その禁止改定、まあ、もちろんしなきゃいけないものはしていいと思うんですけど、そろそろね、やっぱ禁止解除がね、あってもいいんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。で、まあ、特にやっぱモダンですね。今やっぱりそのモダン全体がね、その下火気味になってるってこともあるので、今後モダンをやっぱり活性化させていこうっていう意味では、やっぱりモダンに新たな風が吹いた方がやっぱりモダンやってみようかなっていう気にもなりますので、禁止解除があってもいいんじゃないかなと思ってて、で実際今このタイミングでワンチャンあるんじゃないかなというふうに思うのは、まあやっぱり今のそのメタ環境にいるデッキを強化しても結局そこでまた抜けちゃうんで、その新たなやっぱりアーキタイプが出てくる方がメタが動きやすいだろうというところを踏まえると、まあ出産の殻とか双子、まあ、未土町はちょっとあれかもしれないですけど、まあ、殻とか双子に関してはまあちょっとね、やっぱり2枚コンボとかできちゃうデッキだったりはするんで、ちょっと危なくはあるんですけど、まあまあそれなりにね、その禁止があってから時間は経ってますし、まあ、モダン全体も強化されてるんで、まあ戻ってきてももしかしたら大丈夫なんじゃないかなって、そのやっぱジェイスのことも石川ちゃんのこともあれだけ不安視されてましたけど、全然実際帰ってきたら大丈夫みたいなこともありますし、まあ言ってもフェアなカードではないんで、特に双子に関してはちょっと危うさはあるんですけど、まあそういう意味でね、その一気に解除させるのが不安なのであれば、まあね、その制限リストをね、うまく使ってもらってもいいんじゃないかなというふうに個人的には思うんですよね。ウィザーズはその制限リストをね、全然やっぱ使わないんで、今って実際ヴィンテージ以外制限になってるカードってないんですよね。なんで、まあ、禁止にするときも別に禁止しなくても一回制限重ねればいいのに、その必ず禁止しちゃうから結構大荒れしちゃうみたいなところもあるんで、まあ、今後ね、個人的にはですけど、やっぱ制限リストっていう概念をうまく使っていくといいんじゃないかなとは思ってはいますね。まあ何はともあれね、結局禁止改定は行われますので、3月9日にね行われる禁止改定が、まあ、ユーザーにとってもやっぱマジックにとってもね、全体にとっていい報告であることを祈りたいですね。はい、ということで、今週のトピックスは以上となります。はい、では早速今週の注目カードランキングに参りましょう。ではまず今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は沈黙になります。こちらはね、初登場のカードですので、効果を説明すると、効果ね、非常にシンプルで、1マナのインスタントで、このターン、あなたの対戦相手は呪文を捉えられないと。で、すでに隣はスタック上に乗っかってる、呪文に関しては、影響を受けないよというところで、まあ、パッと見ね、今の感覚で見ると、やっぱ結構やばいことが書いてありますよね。
あの闘争大戦がね、出た時に、あのサンテフェがね、あの出た時にテフェリーがいる環境下でね使うと反ロックができちゃうっていうところで一時ね、あの注目を集めたりもしたんですよね。でただまあ1年弱のねそこから時を経て今注目が集まってる理由というのが、レガシーのロータスブリーチですね。こちらが今そのレガシー界隈はかなり騒がせてるようで、現在ねこちらのサイドボードに2枚ほど採用されているというケースが多いようですね。でこちらはね、まあ、対コントロール相手にそのコンボを通したいタイミングで使って、まあ、通ればやり放題できるっていう感じですね。で、まあ、ちなみにこのカードレガシーだけじゃなくて EDH でも結構使われるカードで、まあ、同じくねそのコンボを決める前にこれを打って通ったらもう好き放題やられるという非常に強力なカードですね。でということもあって、まあ、現在ね海外で注目度が上がって、まあ、それに引っ張られる形で日本でもじわじわ価格が上昇しています。で現在ね海外が6ドルというところで、まあ、日本の最安値が300円というところを考えると、まあ、素直に買いでいいんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、先ほどねあの申し上げた通り、ロータスブリッジも、今回禁止改定で禁止になる可能性が、まあ、割と高いデッキだとは思ってるんで、まあ、それを考えるとちょっと今、このタイミングで禁止改定前に買うのはちょっと危ないのかなというふうに思います、ね、もし禁止改定で逃れるようであればもう一気に買いでいいんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあとはいえ、まあ、さっきも言った通り、EDH 需要がね、このカード結構あるカードなんで、その、まあ、言うでも300円という価格ですし、その禁止改定もし禁止になっても、まあ、EDH やられるのであれば使えるっていうところも踏まえると、まあ、多少リスキーではありますが、今のタイミングで買っといてもいいのかなと。もし禁止改定逃れちゃうと逆に高騰するっていう可能性もあるんでね。というような感じですかね。はい。では続いて、今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は、ゲトの裏切り者カリタスになります。こちらはねあの結構注目カードランキング何度か紹介してるんで、ここに関しては割愛しますが、今ねカリタスが主にね、まあ、海外で、価格が急上昇しておりますね。で、まあ、その理由っていうのは、その大部分に関しては、まあ、パイオニアによる需要ですね。まあ、黒タンをはじめとして、赤黒ビートダウン、赤黒コントロール、で、吸血鬼、で、そしてなんと、新託者コンボという、まあ、非常にね、幅広いデッキで採用されていて、まあ、黒かったら、まあ、とりあえずメインカサイドには入ってるね、いわゆるその定番カードへと、今なっているような印象ですね。で、まあ、海外の価格を見るとね、価格がなんと35ドルというところで、もう4000円近い価格になってるんですよね。で、まあ、しかしね、それに比べると、日本はね、そんなに反応はしてなくって、2180円というところですね。で、まあ、今回載せてるグラフはね、海外の価格推移載せてるんですけども、これを見てもね、わかる通り、価格に関してもね、一気に上がってるというよりは段階的に上がってて、まあ、今は本当に上昇トレンドと言ってそう言わないのかなというふうには思いますね。で、まあ、あとはね、そのメインとなるのはパイオニアではあるんですけども、まあ、モダン関連のね、需要もそこそこあるカードではありますし、まあ、海外との価格差ここまで開いてるようであれば、今は結構狙い目なんじゃないかな、というふうには思いますね。はい。ということで、続いては第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい。今週の第3位は、約束された週末、エムラクールになります。こちらはね、まあ、非常に有名なカードではあるんですけども、意外にも初登場ですね。で、まあ、こちらね、その最も有名な、15マナのエムラクールとは違うエムラクールなんですけども、こちらもね、かなり強力なカードを持ってまして、効果はと言いますと、13マナ13、13、デスのクリチャーエルドラージで、このカードを唱えるためのコストは、あなたの墓地にあるカードに含まれるカードタイプ1種類につき1マナ少なくなるよと。で、このカードを唱えた時に、対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーの次のターンを、まあ、自分がコントロールできると。で、そしてそのプレイヤーはその次のターンを、自分でまたプレイできるというところで、で、能力が飛行トランプル、プロテクション、インスタントというところで、まあ、出た時にね、まあ、1ターンの間相手を支配できる効果を持った、非常に特殊なデザインのカードですね。で、こちらね、個人的にも実は結構思い入れのあるカードで、まあ、というのもね、そのスタンダード時代に、ミドクロ紅葉というデッキで使ってたんですよね。残忍な剥ぎ取りとかでね、墓地を肥やしつつ、まあ、7マナぐらいで、ね、そうすると、ま、6種類ぐらい墓地に落ちるんで、まあ、7マナぐらいでエムラをキャストしてフィニッシュに向かっていくっていうミッドレンジデッキだったんですけど、まあ、あれはね、個人的にはすごいいいデッキだったんですよね、面白くて。で、まあまあ余談はこの辺にしておいて、まあ今ね、こちらが注目されている理由に関しては、こちらもパイオニア需要ですね。入ってるデッキはというと、パイオニアの緑神人であったり、あとはスルタイジャンクですかね。
まあ、こちらで非常に注目度を集めています。まあ、もちろんね、モダンでも、緑トロンだったり、レガシーだったらエルドラジポストなんかでも使われてたりするんですけど、まあ、ここまで価格を引き上げている要因っていうのは、まあ、パイオニア需要なのかなというふうには思いますね。で、まあ、その結果ね、海外では現在42ドルというところで、日本円にして約4600円というところで、まあ、日本と比べるとね、もう1000円以上の価格差をつけてるんですよね。まあ、そういうこともあって、まあ、こちらに関しては、まあ、ある程度高くはあるんですけど、現在でも、まあ、買いでいいんじゃないかなというふうには思ってますね。で、まあ、理由としては単純にね、やっぱ海外比で比べた時に安いというところと、まあ、こちらもね、海外のグラフを載せてるんですけど、まあ、グラフを見てもらったらわかる通り、かなり徐々に価格を上げてるんで、全然ここで終わるっていう感じじゃないんですよね。まだまだ上がっていく可能性がある。まあ、なんで、さらにこのまま価格を伸ばすようであれば、まあ、さらに価格差広げていくっていうところにはなるので、まあ、なおのことね、今買っておいた方が、いいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。ということで、今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい。今週の第2位は、オワリムの詠唱になります。こちらはね、初登場のカードですので、効果を説明すると、1マナのインスタントで、で、キッカーで1マナを持っていて、対象のプレイヤー1人はこのターン呪文プレイできないよと。で、あなたがキッカーコストを払ってた場合は、このターンクリーチャーは攻撃に参加できないよというところで、まあね、勘のいい皆様だったら、お分かりの通り、沈黙とほぼ同じような効果を持ったカードになります。まあ、というよりはね、まあ、こと対人の1対1の対戦に対しては、ほぼ沈黙の上位互換に当たるカードだと思ってもらっていいと思います。で、まあ、ほぼというのは、まずはね、こちらその対象のプレイヤーを1人選択するんで、EDH なんかではあまり向かないカードなんですよね。逆にその沈黙に関しては、全員止めることができるんで、EDH では非常に優秀というところと、まあ、あとはね、その対象を取るので、その対象を変えられたり、白力戦なんかでね、防がれてしまったりするってこともあるんですけど、まあ、レガシー環境でこの辺のカードってあんまり使われないんで、まあ、それに関しては、まあ、そんなデメリットというほどではないのかなと。で、まあ、それに対して、まあ、キッカー能力が非常に強力的なので、まあ、レガシー環境下においては、まあ、基本的にね、終わり目に軍配が上がると思ってもらっていいと思います。で、まあ、こちらがね、現在価格では、海外で15ドル弱というところでかなり高騰を見せてるんですよね。で、日本ではね、そのグラフでちょっと反応は見えるものの、まあ、高騰はしておらず、現在550円というところで、実に3倍近くのね、値をつけているような状況になります。で、まあ、こちらをね、まあ、現状に関しては買いでいいかなというふうには思うんですけども、あんまり楽観視はしない方がいいかなとは思いますね。まあ、というのも、先ほどの沈黙同様、まあ、禁止改定で、ブリーチが禁止になる可能性があると。まあ、ただし、まあ、こちらのカード、沈黙同様ね、そのレガシーのブリーチストームで採用されているカードなんですけども、まあ、こちらはね、実は沈黙と違って、メインボードから採用されてるんですよね。まあ、なんで、基本的にその沈黙よりも需要が高いと思っていいと思いますし、一応このカードね、そのジャッジ保証版があるんですけども、まあ、それ以外はね、一度も再録されてないんですよね。なんで、まあ、かなり供給量は少なくて、まあ、短期的に見たら、一気に上がる可能性っていうのは高いんですけども、まあ、ただね、こちらその収録されたセットが、プレーンシフトっていうところで、そのね、再録禁止カードではないんですよね。まあ、なんで、今後一応再録される可能性があるというところもあるので、それを踏まえた上で購入した方がいいのかなと思いますね。まあ、いずれにしても、その買うタイミングっていうのは、今回の禁止改定が出た後の方がいいとは思いますね。まあ、なんで、まあ、今回禁止改定でもし逃れたタイミングで、購入しつつ、そこで一気にボーンって跳ねるようだったら、まあ、そのタイミングで売るみたいなところがいいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。ということで、今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい。今週の第1位は試練に臨むギデオンになります。こちらはね、2月1週のタイミングですかね。そのタイミングで初登場して以来2回目の登場というところで、見事今週の1位に輝きました。というのもですね、実は、前回紹介してね、以来、ま、価格をぐんぐんと伸ばしてまして、現状1208円となってますが、もちろんラグっていて、実際は、2160円まで伸びています。海外の方ではね、もっと勢いがあって、現在24ドル弱というところで、ま、2700円ぐらいですかね、まで来てるような感じですね。いやー、まあね、それだけね、やっぱり新拓者コンボの勢いがあるっていうところですよね。で、まあ、そもそもね、そのアモンケットのタイミングでは、まあ、現在と比べると、やっぱりそこまでマジックが盛り上がってなかった時代でもあるので、その供給量自体ね、そこまで多くあるわけではないんですよ。結構最近のカードではあるんですけど。
で、まあ、今後の展開なんですけども、まあ、基本的には、売り目線でいいのかなというふうには思うんですけど、まあ、これに関してもね、今後は完全に二分するかなとは思ってて、で、まあ、これも冒頭に言った通り、まあ、その、火曜の夜に、禁止改定がありますので、まあ、そこでね、真実を覆すものが禁止になってしまうと、もうこのカード基本的に下落傾向を免れないとは思いますし、で、もし禁止にならなければ、まあ、さらに価格を伸ばしていくとは思うんで、まあ、そのタイミングをね、見計らって売るのがいいのかなというふうには思いますね。で、まあ、個人的にはね、ちょっとタイミングの問題もあって申し訳ないんですけど、まあ、禁止のリスクがある状態で、まあ、この価格までいってるんで、まあ、安全をとってね、本当は禁止改定前に売るのが一番丸いかなというふうには思ってるんですけど、まあ、ちょっとタイミング的にはもう間に合わないですよね。まあ、もし間に合うようだったら、まあ、今からでも売ってしまった方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、なんでね、もう売ってしまった方に関しては、それに関してはいい選択だと思いますし、まだ持ってるっていう方はね、覆すものが、まあ、禁止にならないことを祈って、その後のタイミングを狙うといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。今週はね、まあ、主に下環境のカードが結構注目を集めた1週間でしたね。まあ、ただ現在もね、まだ市場全体としては結構基本的には下落傾向なのかなというふうに思いますね。ただ、まあ、これに関しては、前も言った通り、まあ、現在決算期なので、まあ、どのショップもね、もう価格競争がすごいというタイミングなので、まあ、今がね、単純に今一番お安くなっているタイミングというふうに捉えるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、なんで、その4月に入ってくると、まあ、一旦価格は全体的に落ち着いてくると思うんで、まあ、欲しいカードがある方は、まあ、今のうちに揃えた方がいいのかなというふうには思いますね。まあ、来週に関してはね、火曜日の禁止改定の影響で、まあ、市場がまた動くことにはなると思いますので、そちらの動向をね、注目していきたいなというふうに思います。はい。というわけで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。